今日の晩ご飯は焼きそば。どれする？選んでいいらしいで。好きなの選んで。もう子供も大人も変われへん野菜。同じにしてんけど。どれする？真上。真上で？え？あ、これ胡椒かける。胡椒？胡椒はかけへん。マヨネーズか。七味。なんでこんなに辛くなっちゃうか。わかった、じゃあマヨネーズ。マヨネーズ。ストップ。マヨネーズ。はい、ハイチはストおいしい。焼きそば好きな人、え、どっちの方が好きなの？どっちの方が好きなの？大地？大地。大地が焼きそばを、うん、パパも好きやけどな、焼きそば。パパの好き好き度に勝てるかな。大地、この焼きそば何入ってると思う？キャベツ、麺、ソース。なんか違う気がするな、コアルは。合ってんねんけど。合ってんねんけど、何かが違う気がする。キャベツ、焼きそばの麺とお肉。お肉と。お肉は何肉でしょう？あれ？二人に聞いてんの。ブー。焼きそば好きやったら全部わかるやろ。ブー。ブー。ブー肉？豚か牛か、それと迷ってる。3つ、大体それやん。食べてみない？はい。言っとくけど、焼きそばで他のお肉入れたことないわ、一度も。めっちゃ考えてる。めちゃくちゃ考えてる。算数の仕事ぐらい考えてる。牛牛。太一くんは牛。太一くんは牛。牛。小春ちゃんも牛。牛。ママ正解を。豚肉です。え？最初の太一のブーが当てたで。全然焼きそば好きちゃうやん。パパの方が好きやな。パパは大人だから知ってるだけ。パパが焼きそば王やな。問題です。あ、はい。このソースは。うん。何からできているでしょう。むずむずい。知らん。誰か知ってんの？誰か知ってる人いる？うん、甘だれ入ってる。甘だれ？これ絶対ちゃうよ。でも原料の話じゃないの。ママも知らんやろ。知らんよ、そんな原料。焼きそば好きじゃありません。焼きそばソースや。めちゃくちゃ厳しいよ。焼きそば似合うな、太一。ちょっと日焼けしてる男の子。焼きそばを。これ。え？焼きそば似合うで。え、どれ？太一が。これ？うん。海の家に行ったら何食べる？海の家。海の時さ、だいたい焼きそばか。ラーメンか、うどんか、ピラフや。ラーメンとピラフ。エビフレをまた食べたくない。じゃあ言うて、しかもマクドやし、それ海の家ちゃうやん。たこ焼きとか焼きそばとか定番メニュー。焼きそばはいるな。焼きそばはフランクフルト、うん、そうそう、の唐揚げとか缶チューハイ。ありがとうございます。
普通のビールちゃう生ビールちゃうかな、ウニにはせやね、あんま得意じゃないね生ビール、唐揚げ、ポテトみたいな感じ、頭痛くなっちゃうじゃあいただきます、うまそう。